こんにちは、マットです。さあ皆さん、お待たせしました。新型忍者250の試乗動画です。ようやく乗れる機会を得ましたね。僕もね、もともと忍者 250R が最初のバイクだったんで、もともと下忍乗りなんですよね。もうその後に1個前の世代の今までのモデルの忍者が出て、でもう3代目の忍者ですか。この2018年モデルの忍者250とあと400ですね、400があそこにあるんですけど、もうあれですね、なんか多分忍者650か1000が出た時に言ってたんですけど、同じような顔になるんじゃないかなとは僕も思ってたんですけど、そのまんまのやっぱりこの逆スラングっていうんですかね、逆スラング型の顔で出てきましたね、ついに。で、今までの忍者250って実は結構古いエンジンなんですよね。昔の GPZ250R っていうエンジンをベースにしてたので、今回の忍者250のこの新しいエンジンは完全新設計エンジンで、だいたい約30年ぶりぐらいに完全新設計のエンジンになったって感じで、でこのクラスのねモデルのバイクは R25 が出たり、でちょっと前にね、あの CBR250RR ですかが出てきて、かなりちょっと忍者 250R を出してね、この 250cc クラスバイクのね、あの火付け役っていう、再ブームの火付け役って言われている川崎としては、まあ面白くなかったでしょうね。だから多分熟成に熟成を重ねて出してきたモデルだと思いますね。パワーは先代より8馬力ぐらいアップですか。なのでかなり上がってるんですよね。スペック読みだと39馬力なんで、 CBR250RR より多分1馬力上なんですよね。なんですけど日本仕様は37馬力になぜか抑えられてるっていう、まあ排ガスとかの影響なのかな。37馬力です、日本仕様は。で先代の忍者250よりさらに7キロ軽くなってるんですよね。164キロぐらいなのかな、これ車重7キロもダイエットに成功してるんですよね。 CBR250RR、 あれは結構サーキット行っても250クラス最強のあのバイクを目指してると思いますから、フロントフォークが倒立フォークだったんですけど、このね新型忍者250はそこはあえてね、あの倒立フォークにせずに今まで通りの整列フォークで、フォーク径がね41ミリだったかなになって太くなってきてるんですよね。だから剛性をアップさせてきたって感じでしょうね。まあここはこの川崎忍者があのトータルバランスっていう形で街乗りの乗りやすさをすごい重視しているモデルだと思いますので、やっぱりこう初心者のエントリー向けのバイクとして、ここは倒立じゃなくて整列で乗りやすさを重視してきたバイクっていうところはね、やっぱ川崎のコンセプトとしては外せなかったんでしょうね。もうメーターも忍者1000とか忍者650とかと一緒のメーターになっちゃいましたね。結構このシート系もなんかこの辺雰囲気ちょっと H2 っぽいですね。なのでかなりかっこよくなりましたよね。僕自身もね元忍者乗りなのでね、早速この新型忍者250を乗らせていただこうかなと思います。新型忍者250です。ほっ、すっかりこのメーターになっちゃったね。なるほどエンジン音は忍者だ。ただ今思ったんですけどね、7キロやっぱ軽くなってるだけあって、引き起こしがすごい軽かった今。お、軽ってなりましたからね。 OK 行きましょう。おー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 おおちょっと待って、これ250かな本当に。これあ、全然違うい、やもう乗り出しでわかる、これ全然別物だわ忍者かこれ、本当忍者250かな。あ、やばい、楽しいえ、ちょっと待って、これ本当忍者250ですか楽しいぞこれ。ちょっと待ってください、これ全然別物だよこれ。おおなんかもう低速域のトルクから別物だわこれ。なるほど、この8割キャップってこういうことか。おほほほ、あ、ブレーキも全然違うね。なんか大型乗ってるから、大型ほどっていうと大げさになるけど、結構ねガツンと効くねブレーキ。どうした忍者、完全に別物になってしまったね君
楽しいよこれ。おお、あ、マジか、全然別物じゃないですかこれ。すいません、ちょっと舐めてた、ごめん忍者。本当にこれこそごめん忍だよ。うわー、ちょっと舐めてたな。僕が忍者 250R 乗ってた時代、まあバイク買って乗り出した時代なんですけど、が結構もう 4,5 年前なのかな。だから感覚が全然思い出せないんですよ。なので実はちょっと軽くこの1個前のね、今までの忍者のモデルをちょっと乗らせてもらってたんですけど、今までの既存の忍者250、13年から2017年までですか、までの忍者のモデルに乗った後だと、これやばい、全然違う。このね、やっぱ忍者650乗った時のこの低速域トルク、待ち乗りしててがちょっとあのバイクは苦手かなとは思ってたんですけど、忍者250すごいね、この低速域も犠牲にしてない、すごいこう発進もスムーズにできますよこれ。発進もすごい滑らかだし、一番驚いたのはやっぱこうアクセルをちょっと開けた時の吹き上がり感がね、250じゃないこれ、すごいよ。だってもう大型みたいって言ったら言い過ぎですけど、大型並みのアクセルの開けた感じですぐもう法定速度の60キロに到達しますからね。いやー、これはねすごいな、すごい楽しい、やばい、久々に250で楽しいと思った。あれですね、免許取り立ての頃、忍者 250R を買ってこうバイクって楽しいなって思ってた時代のあのなんか懐かしさをねこう蘇らせてくれるよね。今ねめちゃくちゃ楽しいよ、びっくりした。川崎もやられっぱなしじゃなかったね。僕ね実はね、あの忍者時代にね R25 がね乗ったことあったんですよ。R25 が出た時に、あの R25 もこのフロントフォーク、整列フォークで径が 41mm あったので、すごいこうフロントの剛性がねがっちりしてて、すごいコーナリングの時とかも安心してコーナーを曲がれるなとか思ってたんですけど、それだけでなんかねもう R25 の時代はすごいなとか思ってたんですけど、そのコーナリングの安定性、同じ径のフロントフォークかつこの吹き上がり感ですよ、250とは思えないこの吹き上がり感、これね全然違う。これ多分ね大型行っちゃった僕みたいな方々にも一回乗ってもらいたいぐらい、うわ別物になっちゃったね忍者って感じ。コーナリングもねこう先代忍者よりねすごいスッと曲がれるね。やっぱりここはフロントのフォークの剛性が高くなってるから、その分やっぱりこうコーナリングも軽快にできるし、安心感がありますよね。なんて言ったってすごい扱いやすいよ。こう追い越しなんか余裕だもんな今みたいに。やっぱね完全にレーシーさと戦闘力で言ったら多分ね CBR250RR の方が、あれはもう倒立フォークだし、モードの切り替えも250なのにこんなモードに切り替えあるのかとか動画見てて思ったんですけど、これはね街乗りを犠牲にしてないしね、川崎の新型忍者250はねこのなんといってもね街乗りをこういう風に犠牲にしてないしねこれ本当250かってなるし、乗るとで控えめに行って楽しいよこれ。多分結構ね元ブログとかやっててこういう風に若い人たちも結構僕の動画も見てもらってると思うんですけど、これからねバイクの免許取ってねバイクに乗り出したいって考えてる人たち、未来のライダーの人たちにとってはね本当にね忍者250いいよこれめっちゃおすすめする。むしろ羨ましいですね、今からライダーになる人たちが。例えばこの新型忍者250でライダーデビューするってなると僕はすごい羨ましい。こんなに楽しい250があるんだ今みたいな感じの、率直に言ってそういう感想なんで、いやー楽しいぞこれ。
このね低速行きのねあのギクシャクするような感じは一切ないですからね。だから低速行きのトルクを犠牲にせずに4000以上に回ってきた時の吹き上がりがね250じゃない。本当にあの1個前の250とか多分僕が乗ってた 250R とかもそうだったと思うんですけど、なんかねふわーんと加速していくんですよ。ふわーんって感じで、ふわーってなんだよって感じなんですけど、本当にふわーっとこう加速していくんですけど、これね本当4000、5000か5000以上回ってくると回り方があれこれもしかして今中型のバイクでも乗ってるのかなぐらいな感じでファーって加速していくから、これはね本当に、ね、楽しいですよ。でクラッチもやっぱすごい軽くなったね、あのスリッパ&アシストクラッチで。いやーしかも軽いしね、先代より7キロぐらい軽くなってるし、だってもうこの曲がってからの立ち上がり方が250じゃないもん本当に。あ、結構ヒラヒラしてる。なんか今までの忍者ってこんなヒラヒラしてなかったような。やっぱ軽くなった分これ多分コーナリングも楽しいと思いますよ。まあ街乗り並みのコーナリングしかできないですけど、今はこれはね絶対楽しいと思う。なんかやっぱエンジン音もちょっと最近の川崎っぽい音ですね。全然一足のこの発進のピーキーさもないし、さあいつもお世話になってるバイクショップナベさんで今日もこの忍者の試乗をさせてもらってるんですけど、楽しいから2周してきちゃう思ったより楽しかった。一周でいいやってならなかった。まあ、結局はね自分がかっこいいと思ったバイクに乗るのが一番いいと思うんですけど、この乗りやすさで言ったらね、総合的なトータルバランスで言ったら多分ねすごいと思う。これ忍者250はね結構ね完成度高いですよね。だからトータルバランス的な普段使いの使い方で考えたら絶対こっちの方がいいと思う。私あの CBR250RR あれめっちゃ高いじゃないですか。250なのに多分80万近かった気がするんですけど、この忍者250のいいところはこのすごいもう最新のフューエルインジェクションとか吸気の仕方とかもあれなんですよね。もう大型バイクと大型のスーパースポーツバイクともう変わらないんですよね。だからのバイクに使われている大型とほとんど同じような使われている技術を使われてながらも値段は多分7万ぐらいしか上がってないんですよね。だから70万はいってないはずですね、あの車体価格のみで。やっぱりねそういった点でね川崎はねエントリーモデルの位置づけとしてこうバイク初心者の方々がねこう最初のバイクに乗るきっかけのバイクとしてやっぱりとっつきやすい値段の価格で抑えてきて、でなおかつ性能がめちゃくちゃ上がってるっていうところはね頭が本当下がりますよね今のバイク性能も値段もガツンと上がってるだけですからね。なのでよくよく性能を考えるとまあこの値段だったら安いかって思っちゃうんですけど、いろいろこうメーカーのスペックとか見てると思っちゃうんですけど、それでもさやっぱ最初の乗り出しのバイクで80万ですかって言われると高えなってなりますもんね。僕もだって忍者 250R そんな高くなかったもん。やっぱこの性能は上げても値段はめちゃくちゃベラボーに上げないっていうところはさすがの250カウルバイクの火付け役となった川崎の忍者250っていうだけありますよね。この新型忍者250なんですけど、まあ結局はかっこいいバイク、自分が乗りたいバイクに乗ればいいよっていうのが一番なんですけど、あのエントリーモデルとしてねいろんなバイクを選択肢に考えてる上でねこの新型250を選ぶのはありだと思うはい、ということで本当にこの新型の忍者250ですけど新しいモデルになって全く別物になってしまいましたっていうのが感想でした。新型忍者250の試乗動画でした。ご視聴ありがとうございました。